ビクトル・イーゴレビチ・ファイズリンは、ロシア、宴会地方、ナホトカ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。1986年、ロシア極東の宴会地方に属しているナホトカで、生まれた。ナホトカにある、スポーツスクールを卒業後の2004年、地元のクラブ FC オケアンナホトカでキャリアをスタート、させた。2004年のシーズン途中で、FCS 化。 エネルギアハバロフスクへ移籍をし、51試合に出場し8得点を挙げた。2007年、ロシアプレミアリーグに所属している PFC スパルタク、ナリチクへ移籍をした。2008年、FC ゼニトサンクトペテルブルクへ移籍金200万ユーロで移籍をした。2016年からは怪我のため試合に出場できず、2017から18、シーズン終了後に引退した。 2004年以来ユースのロシア代表に招集され、スパルタクナリ地区在籍時の2007年には U-21 の代表にも招集された。U-21 では7試合に出場し3得点を挙げている。2012年8月15日のコートジボワールとの親善試合でフル代表デビュー。翌月7日の 2014FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選の北アイルランド戦で代表初得点となる先制点を挙げた。ありがとうございます。